出陣学徒総工会10月21日、秩父の宮ラグビー場敷地内にある、出陣学徒総合の地の非国立霞ヶ丘、陸上競技場にあった、出陣学徒総合地日2014年5月撮影、同年、秩父の宮ラグビー場に一旦移設された、帰らざる学友の非敬を義塾、大学学徒出陣とは、第二次世界大戦終盤の1943年に、 兵力不足を補うため、高等教育機関に在籍する20歳以上の文科系学生を在学途中で徴兵し出生させたことである。日本国内の学生だけでなく、当時日本国籍であった台湾人や朝鮮人、満州国や日本軍占領地、日系二世の学生も対象とされた。学徒動員と表記されることもある。日本は1937年以来、当初は、 中華民国との日中戦争、続いて1941年からは、アメリカ・イギリスなど連合国との太平洋戦争を続けていた。特に、アジア、太平洋地域に及ぶ広大な戦線の維持や1942年以降の戦局悪化で戦死者数が増加したため、次第に兵力不足が顕著になっていった。従来、兵役法などの規定により大学、高等学校、 専門学校などの学生は26歳まで徴兵を猶予されていた。しかし、兵力不足を補うため、次第に徴兵猶予の対象は狭くされていった。まず1941年10月、大学、専門学校などの修行年限を3ヶ月短縮することを定め同年の卒業生を対象に12月、臨時徴兵検査を実施して、合格者を 翌1942年2月に入隊させた。この1942年には、さらに余下と高等学校も対象として修行年限を6ヶ月間短縮し、9月卒業、10月入隊の措置を取った。そして、さらなる選挙区悪化により、翌1943年10月1日、当時の東条内閣は在学長終焉期臨時特例を交付した。これは、 理工系と教員養成系を除く、文科系の高等教育小学校の在学生の徴兵延期措置を撤廃するものである。この特例の交付、施行と同時に、昭和18年臨時徴兵検査規則が定められ、同年10月と11月に徴兵検査を実施し、兵種合格者までを12月に入隊させることとした。 この第1回学徒兵入隊を前にした1943年10月21日、東京の明治神宮外苑競技場では、文部省学校報告団本部の主催による出陣学徒総公会が開かれ、東条秀樹首相、岡部長影文章らの出席のもと関東地方の入隊学生を中心に7万人が集まった。出陣学徒総公会は、各地でも開かれた。 しかし翌年の第2回出陣以降、総公会は行われなかった。学徒出陣によって陸海軍に入隊することになった多くの学生は、工学歴者であるという理由から、陸軍の幹部候補生、特別操縦見習い士官、特攻守幹部候補生や、海軍の予備学生、予備生徒として不足していた野戦士機関クラスの下級将校や、下士官の充足に充てられた。 九百四十三年十月には、教育に関する戦時非常措置方策が、閣議決定され、文科系の高等教育所学校の縮小と、理科系への転換、在学入退者の卒業資格の特例なども、定められた。さらに、翌1 9 4四年十月には、徴兵適例が二十歳から十九歳に引き下げられた。九百四十三年の徴兵対象者拡大の、 最、学徒出陣の対象となったのは主に、帝国大学令及び大学令による、大学、高等学校令による、高等学校、専門学校令による、専門学校などの高等教育機関に在籍する、文科系学生であった。彼らは、各学校に席を置いたまま休学とされ、徴兵検査を受け入隊した。これに対して、理科系学生は、兵器開発など、 戦争継続に不可欠として、徴兵猶予が継続され、陸軍、海軍の研究所などに勤労動員された。ただし、農学部の一部学科の学生には、他の理家系学生のような徴兵猶予が存在しなかったことが語られている。また、教員養成系学校の理系学科に在籍する者も,も、猶予の制度が継続された。第1回は、東京、台北同時開催、国外、 その他国内地方でも開催された。1943年11月以降は開催されていない。出陣学徒の人数は伏せられた。 学徒出陣走行の図1943年10月21日1943年10月21日1943年11月3日1943年11月14日1943年11月16日1943年11月18日1943年,19年11月19日1943年11月21.22日1943年11月21.22日 年11月21日年11月27日年11月28日年10月月月月日日日日東京都四谷役の明治神宮外苑競技場で、出陣学と総行会が文部省主催、陸海軍省等の講演で実施された、総行会の様子は、 社団法人日本放送協会が2時間半に渡り実況中継を行い、また映画、学徒出陣が制作されるなど、劇場化され軍部の民衆先導に使われた。秋の強い雨の中、観客席で見守る多くの人々生徒、女学徒などが、計96校、約5万名が、学校ごとに集められたの前で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の各大学、 高校、専門学校からの出陣学徒の入場行進宮城遥か灰、岡部長影文部大臣による改選証書の報読、登場首相による訓示、東京帝国大学文学部学生の江橋、新四郎による、当時、海にかの斉唱などが行われ、最後に競技場から宮城まで行進して終わったとされる。出陣学徒は学校ごとに大替を編成し、 大体名を記した小旗のついた学校旗を掲げ、学生帽を、学生服に巻きキャハンをした姿で小銃を担い列した。総行会を終えた学生は長兵検査を受け、1943年12月に陸軍へ入営あるいは海軍へ入団した。入営時に幹部候補正試験などを受け昇校、を、歌官として出征した者が多かったが、戦況が悪化する中で、 しばしば玉災や沈没などによる全滅も起こった激戦地に配属されたり、慢性化した平坦、補給不足から生まれる栄養失調や薬病などで大量の戦死者を出した。1944年末から1945年8月15日の敗戦にかけて戦局が悪化してくると特別攻撃隊に配属され、戦死する学徒兵も多数現れた。全国で 学徒兵として出生した対象者の総数は、日本政府による公式の数字が発表されておらず、大学や専門学校の資料も、戦災や戦後の学生改革によって失われた例があるため、未だに不明な点が多い。出生者は、約13万人という説もあるが推定の域を出ず、死者数に関してはその概数すら示すことができないままである。ただし、 当時の文部省の資料によれば、当時の高等教育機関就学率は5%以下でありさらに理工系学生は引き続き、徴兵猶予されたため学徒兵の実数は決して多くなかった。昭和18年2月現在での文部省年報によると、大学生が10万3579名、旧正高等学校生が2万8491名、 旧制専門学校生が一万六千三百七十三名とし、総数二十九万四百四十三名となっているという。荷川久し恵ぐ学徒出陣戦争と、青春九百九十八年、吉川博文館によると、この年俸と、大学側の資料を照らし合わせて算出すると、昭和十八年十二月時点で受験者数は、旧制大学で四万九千六十一名、 旧制高等専門学校で34,491名、旧制高等学校で4,587名、大学予科で5,330名、合計42,400名に対し、入退者数推計が、旧制大学で28,877名、専門学校で13,516名、旧制高校で1,593名、 大学予科で三千八百九十五名で合計一万九千五名とし、内陸軍三万三千六百二名、海軍が一万四千二百八十名としている。なお、同所によると、実際は理科系と市販学校理系学生でも入営の延期年限超過等により入隊を余儀なくされ、こうした学生は東大で六十八名、全体推計で三百七十四名を推定し、 内知人で安分すると1000人ほどになるという。在籍者数などについては、東大資料室、ニュース1994年3月31日12号、遠隔誌では、当時東北帝国大学で1943年、入学者数851名のうち、法文化学生数入学者数が375名。 東京帝国大学が1943年12月31日時点での在籍者数9711名で休学者を除くと6623名、内入営での休学者が2884名、九州帝国大学で1943年12月2日時点で法文学部入学者数が336名、内残留している者が111名、 同年12月15日提出、臨時長兵、上書で、法文学生の実態は受験者724名で、未通者126名、危険さ済み者134名で、半島出身者が9名、留学生と女子学生は7名、合計100名とあり出している。京都帝国大学では1943年の臨時長兵検査で残留者が法学部で、 約19%、文学部で約30%、経済学部で約30%で、文系学生の約8割が入隊し、在学生は3分の1であったとしている。なお、慶城帝国大学で1943年11月5日、時点では、陸軍特別志願兵志願者数は8名としている。日本図書センター間、写真記録日本学生の歴史では、 戦時中止班学校を含めて、旧成功等教育機関の男女学生総数は約28万人としており、このうち18万人が理工系学生も含めて、軍属産業を中心とする工場や農村で働いたとされる、総数を算出する試みが各種資料で見られる。前日の東大資料室ニュースでは、日中戦闘発後の事実上の学徒動員で戦没者を 早稲田大学生が4136名、慶応大学生が2225名としている。北影有効、六大学都出陣の特攻2011年、勉強出版では、神風特攻で、士官戦没者が769名、うち、学徒予備士官者が653名になっている年学徒軍籍であったのが、終戦までに約30万人。 飛行予備学生戦没者が2454名としている。陸軍入営学徒が8931名、海軍のそれが17、90名で、総計98838名で当時、理工科の学生数が33566名であったとしている。同書ではここから初年度の昭和18年12月時点での算出を試み、 海軍予備学生第13期が約9800名、特別操縦見習い士官が約2500名であるため、割合等から1607名が戦没とみている。荷川の前提書によると東大と東京商大の学生について試みており、それによると東大生が入隊時2884名で戦没者が279名、東京商大が 入隊数821名で戦没者数が75名で、全体の約9%、全体推定数は約4600名程度と見ている。全入隊が55万名と見ており、そこから飛行家、兵家、主係家、予備生と共感で、合計卒業者数を1527名、そこから戦没が約9%になる990人と見ている。なお、 その出生者の多くが富裕層の出身であり、将来社会の支配層となる予定の男子であった大学生が生、東元より生還を期きせずという言葉と共に戦場に向かった意味は大きく、日本国民全体に総力戦への覚悟を迫る象徴的出来事となった。1945年9月2日に日本が降伏文書に調印し、日本軍が武装解除されると、 海外、外地各地からの復員が開始された。しかし、満州国中流の関東軍やカラフト、千島方面の第五方面軍などに配属されていた学徒兵は、ソビエト連邦の対日参戦によるシベリア抑留を受け、復員ができずに死亡する者も,も出た。また、学徒兵は前日のように学歴を生かし陸軍。 幹部候補生や海軍予備学生などを志願し、可視官以上の階級となった者が多く、日本軍が行った捕虜の虐待や処刑などの残虐行為について、現場責任者として告発される例が生じた。PC 級戦般裁判で死刑が宣告され、期間後に日本であるいは降伏した現地で命を落とす学徒兵もあった。このような戦中、戦後の視線をくぐり、 日本に帰還した学徒兵は多くが元の学校に復学し卒業した後は戦後日本の復興や発展の権威役となった者も,も現れた。当時を読んだ江橋新士郎は出陣後、航空整備兵として内地で陸軍に所属して無事生還し、後に東京大学教育学部教授や鹿野や体育大学学長になった。早稲田大学第一小学部から 陸軍特別総縦見習らい士官に志願した竹下登も戦後に卒業して故郷の島根県で県議となり後に内閣総理大臣まで務めた竹下の後に内閣総理大臣となった宇野宗介は神戸商業大学在学中に学徒出陣となりシベリア抑留を経て帰国した後も大学には戻らず滋賀県県議から政治家の道を歩んだ宇野内閣では 内閣官房長官の塩川正十郎も、慶応義塾大学経済学部の学生として、明治神宮外苑の総公会から出生した。竹下と宇野、それに、明治大学専門部政治経済学科から1944年に、徴収され、戦後復学して卒業した村山富一の三人が、日本の内閣総理大臣になった、学徒出陣経験者である。また、 宮沢内閣の副総理などを務めた渡辺道夫も東京商科大学を繰り上げ卒業し、学徒出陣した。このほか、日本統治時代の台湾に生まれ、後に中華民国総統になった李登輝も京都帝国大学在学中に、学徒出陣している。佐藤浦、千家の家元の家に生まれた千元室は、同志社大学法系学部経済学科在学中に、 徴兵を受け海軍で志願して特攻隊員となったが出撃前に戦争が終結したために大学に復学士後に第15代家元を襲名した。千のいた舞台で生き残ったのは二人だけで、もう一人が日本大学専門部芸術家から徴兵された後に俳優になる西村明だった。宇野谷塩川は自分の戦争体験を著書や講演などで語った。一方、江橋は 沈黙を守っていたが、学徒出陣式から67年後の当日になる2010年10月21日付の朝日新聞でインタビューに答え、2013年の同日には毎日新聞の取材にも応じた。毎日新聞のインタビュー記事では僕だって生き残ろうとしたわけじゃない。でも、生還を着せずなんて言いながら死ななかった人間は黙り込む以外ないじゃないかと述べ、 戦後に事実と異なる噂やデマによる抽象にも反論しなかった理由としながら自分が話すことが何も言えずに亡くなった人の供養になる。最近そう思っているとして自らの姿勢を変えたことを説明している。死亡した学徒兵たちの意思を後世に伝えるため1947年には東京大学の戦没学徒兵の手記として遥かなる三賀に続く1949年には bc 級先犯処刑者を含む日本全国の戦没学徒兵の移行集として、聞け和田罪の声が出版された。これは、当時の政府により、学業を中断させられて戦場に出生し軍隊の不条理や死の恐怖と直面した学徒兵の哲学施策、日本国家や民族への考察、未来の平和への願望などが綴られた文章をまとめたもので、 平和を強く気求していた当時の日本人には強いメッセージとして受け入れられ、現在よりもはるかに劣悪な流通事情にもかかわらず、約200万部を売り上げる当時の大ベストセラーとなった。また1950年にはこの本の最初の映画化が実現し、最新では1995年にも再度映画となっている。本書をきっかけに初映画化直後、 日本戦没学生記念会が発足し、現在に至るまで運動を展開している。2006年12月1日には、東京大学のキャンパスに近い東京都文京区、本郷のマンション内に、和田積みの公益年館を設立し、戦没学徒兵の遺品などを展示している。慶応義塾大学在学時に、学徒出陣が決定、去年22歳。 最終階級は大日本帝国軍陸軍大員、東京大学在学時に学徒出陣が決定。戦後は体育学者として東京大学教授になった、万葉集の持つ古代から続く日本の叙情世界と近代の科学技術文明との融合が三下していった学徒兵たちが胸に抱いていたロマン主義だった。学徒出陣の世代の必読書の筆頭が、 万葉集である、山和寺の美を追い続けた写真家、戦没学生たちが胸に刻んで、産下していった、祖国の山が、ホロバを象徴する作品を残す、明治神宮外苑競技場での総公式に、女学生として参加し、観客席から出陣学徒を見送った、後に作家となり、この時の印象をたびたび語っている、ありがとうございます。